神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします湯河原町で2015年4月住宅の焼け跡から住人の女性当時66歳が遺体で発見された殺人放火事件は21日で発生から9年となりました女性が通っていた福祉作業所の関係者は 早く犯人が捕まり、女性が安心して眠れるように、と墓前で手を合わせました。童話、不思議の国のアリスをテーマにした展示会が、横浜高島屋ギャラリーで開かれています。イギリスでの出版160周年を記念し、出版元が所有する日本初公開のカラー原画や、貴重な研究資料など、約250点を展示しています。 横浜市教育委員会がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として取り扱う方向で検討している私立学校での自殺事案が起きた後同じ学校で同じ年度に同学年の生徒が実施していたことが関係者への取材で分かりましたこの遺族も背景にいじめがあると訴えています民間組織人口戦略会議は24日将来的に 消滅の可能性があると見なした744市町村の一覧を公表しました神奈川県内では三浦市と中井山北箱根真鶴湯河原町が消滅可能性自治体に分類されました新江の島水族館で初めてゴマフアザラシの赤ちゃんが生まれました赤ちゃんはメスで体長7 9ンチ 体重約7 5キロで館内2階のアザラシプールで公開されており母親に甘える様子に訪れた人たちが目を細めています川崎空と緑の科学館は大型連休期間中にプラネタリウムで子供向けの特別プログラムを投影します生解説とアニメーション付きの作品を楽しむことができ1日4回のうち 子供向け作品は正午からと午後1時半からの2回上映されます。